大分県はどんな場所？質問すると自動的に文章で回答してくれるチャット GPT。急速に普及が進む中、県教委が先週研修会を開催しました。この中で指摘されていたのが、 AI が出てきた答えがもうこれは完璧な正しい答えなんだっていうふうに思ってもらっては困ると思いますので。生成 AI が出力した情報は間違っていることもあり、すべてを鵜呑みにしないことを呼びかけていました。大分大学でも今年4月、生成 AI には誤りが混ざることも多いことなどを挙げ、授業によってはレポートの作成などが不正行為となる可能性があると通知しました。ただ、利用自体を禁止しているわけではなく、積極的に活用する講義も。用意ではどこから生まれてくるのかっていうことについては、チャット GPT さんに聞いてみる。経済学部の碇邦夫講師は、マネジメントについての講義の中でチャット GPT を活用しています。この日は良いアイディアの生み方についてチャット GPT に回答を求め、そこから学生たちに議論を促していました。チャット GPT にこの0から1を生み出すってところをやってもらうと、あとはそこに物事を付け加えたり批判をしたり自分の意見を言ったりっていうことは比較的ハードルが下がるっていう、この創造的思考能力を高めることができる。チャット GPT を使うと、自分の固定概念にとらわれないアイデアが得られる可能性がありますが、碇さんはあくまでも考える上での補助としての利用を呼びかけています。アイデアをもっとより深く出すための一つの手段として使っていきたいなって思います。新たな可能性を秘めたチャット GPT、 教育現場でも活用方法の模索が続けられています。